プログラム。場所を問わず、コード書く。実行したら、デバッグしよう。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。プログラミングができるようになれば、論理的な思考が身につくとされていますので、年齢を問わず人気の高いスキルですよね。ただ、英語や日本語といった私たちがコミュニケーションに使う言語がいろいろとあるように、プログラミングにも複数の言語があります。そのプログラミング言語の中でも Python と呼ばれる言語は機械学習や AI 開発に役立つと言われることが多いので今学ぶ人が増えてるんです。 Python でプログラミングを学ぶ気になったなら、いつでもどこでもプログラミングができるようになった方がいいでしょう。そこで役に立つのが、Pythonista 3です。Pythonista 3は、Python を使ったプログラミングを行える統合開発環境アプリになりますので、Python のコードを入力できるだけではなく、作成したプログラムを実行することもできるんです。ですから、場所を問わずに、Python でプログラミングできるようになるんですよ。今回の単価は画像付きで Instagram や Twitter にも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、Podcast で配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。